こんにちは、タクです。今日は介護サービス利用者獲得マニュアルについてご説明させていただきます。超高齢社会になってですね、たくさんグループホームとか訪問介護事業所とかケアプランセンターとか、たくさん、そういった高齢者向けの施設がですね、できてるんですけども、この高齢者の施設がたくさんできる理由っていうのが、やはり介護保険を使ったビジネスというのがですね、お医者さんと一緒で、保険でご飯を食べると、取りっぱぐれが少ないと。で、しかも9割ぐらいは入ってくるというところがありますので、まだまだ参入してくる方、する業者さんはたくさんいらっしゃいます。でもやはり生半可な気持ちで、入って参入してしまうと、なかなかお客さん取れないと。金目当てっていうのはやっぱり、ね、利用者さん見てしまいますので、そのあたりをどういうふうにしてお客さんを獲得し、軌道に乗せるかというのにあたってですね、この営業マニュアルですねっていうのが、コンサルタントもたくさんいらっしゃいます。で、そのものもすごい高い値段取りますので、もし、集客に、介護事業を営業してて、集客でお悩みでしたら、この介護サービス利用者のマニュアル使っていただければ、効果がてきめんに出るのではないかと思います。執筆者は、グループホームの患者さん、しかも山形県のとある田舎町というので、かなり集客には苦しいとは思うんですけども、地元密着で、やられているので、それなりの効果が出るのかなとは思います。それを、例えば都会とか田舎とか、そのそれぞれシチュエーションに合わせて利用していけばですね、事業所の運営に、軌道に乗りやすくなるのではないかと思います。この介護サービス利用者獲得マニュアルですね、ご興味がありましたら、この動画の下にある URL をクリックしていただいて、このさ、販売サイトを見ていただいて、ご興味ありましたらご購入いただければと思います。以上、タックでした。ありがとうございます。